はい、皆さんおはようございます。今日はねちょっと特別なことがあるんで動画にします。ロンドンから東京に向けて、このオースティンセブンで走ってきてます。でそのこうシルクロードとか通ってきてると思うんですけども、東京のラグビーの、試合を見に来るっていう、壮大なプロジェクトでね走ってきてます。で今車がね故障してうちにちょっと修理っていうか部品があるんで修理に立ち寄っております。でちょっと世界中がねこういうヴィンテージカーとかクラシックカーの、注目されてるっていうことなんで、動画にしたいと思います。2ヶ月ぐらい前からねこのプロジェクトをスタートしててね、この車イギリスのオースティンセブンっていう車ですね、1937年式だそうです。戦前の車ですね。で、2ヶ月ぐらい前からね、Facebook からちょろちょろこう、アップされててね、こう、日本に向かってるみたいなことは聞いてたんですよね。で、まあ、クラシックカーとか、こういう古いヴィンテージカーの世界ではもうかなり有名な話なんで、まあ、日本に来るっていうんやったら、まあ、見れたら面白いなと思ってたんですけども、ずっとね、イギリスからスイスとかね、フランスとかスイスとか通って、でロシアをずっと走ってきたみたいですね。で、ロシアのウラジオストクから、境港、多分松江とかあっちの方だと思うんですけども、船で渡って入ってきたそうです。で松江とかあっち方面の、ね、友達の人たちが Facebook で、日本に上陸して一緒に写真撮りましたみたいなこう上がってたんで、ああもうそこまで来てるんやなって思ってたんですよね。そしたらねうちの近く、八北の辺りでね車がストップ、まあ、完全にこうエンジンがガチャっていったわけではないんですけども、パワーがなくなってちょっとこう白煙を吐いたみたいになったらしいんですよね。で、まあ日本人の、ね、スタッフとかも日本に入ってからはサポートしてる人が何人かいたんで、そういう人たちが、まあ、うちにも同じ車種があって、まあ、部品も多少あったんでね、そこへ行けば治るよみたいな話になって、で泊まった場所もね幸いにも八北だったんで、うちからどうでしょう2時間かからないぐらいだったんでね、まあ、救済することになりました。で今この動画を撮ってた時は、まあ、何がダメなのか全く分からなかったんで、ちょっと本当に治るのかとか、まあ、徹夜してでもねこう壮大なプロジェクトをこう応援できたらいいなっていう話をして、まあ、一生懸命、終了しました。2番と3番がかぶるでしたけどな、圧があるかどうか見たらいいんか。吹き返そうで。吹き返してる。うん。そやけど、どっか。キャブから吹き返してる。ちょっと吹き返す。もう一回やってみ。耳が折れとるか。耳が折れてんのちゃうかとは言ってたな。うん。結局走るけどパワーがないねんな。全然でちょっと生ガスの匂いしてんな。動くけどパワーがないねんな。カペットはもうこそこそにクリアランス取ったったな、それはしたんやろな。手上がりピストンがないとカリモーレ取るかなんやな。目はバラさんなんな。エンジン下ろさなあかん。こっち側も外した方がええわ。That was really a little bit, but not a lot. Well, we'll take the top off then. You think? And, well, do you think rings? I want to work with you, but we'll take it a bit. I have to get to Tokyo. Okay. Yeah, Tokyo. Otherwise, I'm lying. Look, sorry. Picture that. One head gasket gone. Yeah. You got that. That's a result. Hey, look at that. You go right this way. One not quite working head gasket. Woo! I'll get my finger in it. 確かにでも3番と4番が圧なかったから、あ、それで3と4がなかったですか。手で押したらもう全然全くなかったから、ここで抜けてしまった。そうですね。何もわかんないけど、それ確かに。ごめんなさい。まあご覧の通りね、3番4番のヘッドガスケットが抜けてました。これ銅板なんですよね。でなんか高速道路で80近く出してたらしくて、でそれで飛んでしまったんですね。で今これ、ね、バッテリーをね外してるんですけど、実はダイナモ発電機も壊れててですね、バッテリー点火で走ってるんですよね。なんでまあちょっとバッテリー充電していこうということでね、ダイナモの部品もあるんですけど、まあ、配線とかねいろいろ年式によって違うんでこう簡単に変えれないんですよね。だからまあ部品はあったんですけど、とりあえずバッテリー点火の方が東京行くということだそうです。Is that the second one? First one? Oh, that's just, yeah, I've got a spare. I brought two. Yeah, yeah. I hope you don't have to. You'll set one? No, no. Well, on the first gasket, I've done 12,000 kilometres. 12,000 kilometres? Yeah. Oh. Yeah. All the way from London. Really? Yeah. So in Tokyo it's easy. Yeah, it should be. Yeah, we've done 12,000. 12,000. Yeah, 12,800. 東京って下道で行くの？クリスさんがね見てない間にうちのステッカーをこっそり貼っておきます。まあ、ヨーロッパの人ってね割とそういうことをする文化があって、前にもねちょっとこううちに遊びに来た海外の方がねこう勝手にこううちのバイクにサインをしてくれた、気がついたら後からこう、ね、サインが入ってたとかね、そういうこう面白いエピソードがあるんで多分怒られることはないでしょう。一応ねエンジン組み上がったんですけど、スタッドボルトのとこからねちょっと冷却水が漏れるんですよね。で仕方がないんでもう一回ヘッドめくってやり直しです。でもう何ですかね、最初のヘッドガスケットね新品交換した時に、まあ、ヘッドガスケットに液体ガスケットを塗るかどうかっていうのでまあ悩んだんですけど、結局まあオーナーも塗らずにいけるよみたいなこと言っていったんやけど、結局ね熱で一度こうガスケットが抜けたんで、その関係でねブロックとかヘッドが多少歪んでたんでしょうね。で仕方がないんでもう一回こうガスケットを新しいもう一枚新品のねヘッドガスケットあったんで、液体ガスケットを塗って組み直しました。なんで2回ねシリンダーヘッドを、取ってます。もうさっきも時計出てましたけど夕方のもう5時でしたね。あれはもう心配していただいてテストするのにそれはね、なんか汚れるからやめとくとか言われてオーケー。ここに来てよかったって今ここのところ。なんか紐がRight, I think I'm very lucky. Yeah. Because with my little car, Babushka, she might break down sometimes, but then I get to meet really nice people who are very helpful and very kind, and I'm very lucky. Thank you and your family for your help and your hospitality. It means that I might manage to finish my adventure. And get to your city of Tokyo to watch Japan probably beat Russia in the World Cup first match. Well, I do. Yeah, thank you very much. It's a pleasure. 簡単にちょっと役を。すごくみんながね助けてくれて、いつもトラブルがあるけれどもね、いつもみんなが助けてくれる、行く先々で助けてくれてね、すごく嬉しいって言ってラッキーやって。だから完走できそうやということです。これから東京へ行くそうなんで、あ、入ってる？ちょっとバックしても、これからね東京へ行くそうなんで、もしこの車を見かけたら皆さんね立ち往生してたら助けてあげてください。で、皆さんもこういうね大冒険だと思うんですけど、そういう冒険もねあるっていうことを思って生きていけたらいいんじゃないかなと僕は思ってます。修理がね終わってもう時間遅かったんで1泊泊まって行ってもらいました。で、治ったらね東京一緒に行こうぜって言われてた弟なんですけども、本当にね拉致られてしまってねメカニックとしてね一緒にこう東京まで行くことになりました。皆さんねこの車まだ走ってるんですよ。今多分ね、9月の22とかにワールドカップがあると思うんで土日だと思うんですけども、そこまで走ってて、でもしこうラグビーのワールドカップ見に行く方がいたらね、この車が止まっていたらこのオーナーの方を見たら、手を振るとかね、声をかけるとかしてこの YouTube 見たよって言ってあげてくれたらすごく喜ぶと思うんでね、よろしくお願いします。